1週間のうちに3回は、まあ、20分以上、30分以上のウォーキングとか、有酸素運動をすればいい、あとは筋トレを続ければいいなんて言われておりますけれども、せっかく運動をしても、その後ずっと座りっぱなしの生活だと、その運動効果も台無しになってしまうっていう調査結果が出てるんですって。それを最近聞いてちょっとびっくりしまして、私もずっと座りっぱなしなんですよね。だからでも仕事上それ座ってないといけない、座ってもパソコンをする仕事をしてらっしゃる方なんかはしょうがないですもんね。ということでいろいろ考えました。で、椅子座りの方はまあバランスボールの上に座ってこうカタカタなんてもいいかと思うんですが、私はあの地べたリアンなので座卓派なんですよね。僕地べたに座りたい。そこでいいものがないかなと考えて、そうだ、座椅子今使ってるんですが、その座椅子だともう本当にゼレーともう腰で座るような感じになってしまうので、ここは座椅子じゃなくて座椅子を取っ払って座り型の、お尻で座り型のバランスボールはないかなとネット検索しましたらありました。そして注文したら翌日届きましたね。じゃーん、ドーナツボールということで、まあ、早速来たんですけれども、サイズがだいたい直径50センチで、高さが最大、まあ、30センチ、まあ、空気を入れる量によって30センチになったり20センチになったりできるんじゃないかなと思って、ただ耐荷重って言うんですか、80キロ以上はちょっとパーンと破裂してしまうかもよということで、80キロ以上になると耐えられないかもしれないっていうのがちょっとまあ気になるんですが、まあ、ボン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 と激しい運動をしなければ大丈夫かなと思って、注文してみました。じゃーん。でですね、まあ私早速膨らませてみたら、まあこれいい高さじゃない、いい高さじゃないですか。よくあの地の方がね、こう輪っかになってる感じの座布団をご利用になってるかと思うんですが、なんで穴が開いてるのかなと思うと、まあ穴がなかったらただの円形になってしまうかもしれないよっていうことで、多分穴が開いてるんだと思います。でいい感じにこうドーナツ型ですよね。これ膨らますのもすごい簡単で、こういうのがついてまして、これをシュコ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 ってするだけで、こう引っ張っても空気を入れるし、押しても空気を入れるので、こう割と早く空気を入れることができました。力もほとんどいりませんでしたね。簡単です。じゃあ座ってみましょう。じゃーん。では座ってみます。これ弾みますね。はいはい、空気穴のとこはこうなってまして、空気抜けないです。では座ってみます。割と太ももに力が入りますね。時々ふらつくんですけど、いい感じじゃないですか。ただ座椅子に座るよりは全然、なんかこう体の軸が必要になるなという感じです。ちょっと横で座っています。こんな感じ、こんな感じ、まあ、デレーンとはならないです。こう座ってもいいし、こう座った方がフラフラしますね。はい。あとはこう座るとかまあいろいろできるんじゃないでしょうか。こう正座なかなか厳しいですね。あ、これ座れるようになったらなかなかのもんだと思いますよ。ということで割とまあ1週間ぐらい使ってるんですが、なかなかいいんじゃないでしょうか。1200円ぐらいで買えたので、まあ失敗しても許せるかなという感じ。なかなか丈夫ですよ。おすすめですね、これは。
息は緩めに入れてます。